リム、大丈夫か？大丈夫。ちょっとびっくりしただけ。おい、ルフィ。リム？この感じ、なんか変。またメモリアキューブが安定していない。お前は鳩のやつ。よく来た、麦わらのルフィ。ウソップはどこだ？返してもらうぞ。俺を倒せるとでも？ん？この小物ガトリンだ！見かけ倒しだな。フランキーの倉庫では分からなかったけど、こいつも強くなってやがるな。強くなって？何の話だ？何でもねえ。今度も負けねえ。お前を倒してみんなで帰る。ぬるい考えだな。悪は全員ここで死ぬ。忘れたか、麦わらのルフィ。カティフラムのアジトでこの姿の俺に一突きにされたことを。ルフィ、どうしてルフィがこんなに一方的に？まだ力が戻ってないっていうの？そうかもしれねえが、ただの鳩野郎、間違いなく前よりも強くなってやがる。ここまでのようだな。さてニコ・ロビン、おとなしく捕まるかここで死ぬか選ばせてやる。やめろ。お前の相手は俺だ。選べ、自分の運命を。選ぶわ。でもあなたの選択肢の中にはないわ。私は生きる。あなたたちに決して屈しない。ルフィがいる限り諦めないことにしたの。あの日、四方の塔でね。そこで無様に死にかけている男に全てをかけるか。面白い。その強がりがどこまで続くか見てやろう。フフ何をしようと結果は同じだ。一刀流シッソンソン、大したものだ。おいお前、おろしちまうぞ。ディアブルジャンブフランバージュシャット。行くわよ、サイクロンテンポ。怖くなんてねえぞ。大事に使えよ。助かったチョッパー。うんブルジャンブフランバージュシャット。まだまだだ。一刀流シッソンソン、大したものだ。これを。悪いな。ビビってなんかいねえぞ。これで元気になるぞ。助かったチョッパー。残らず地獄に送ってやる。ディアブルジャンブフランバージュシャット。残らず地獄に送ってやる。傷は恥だ。これ食べて元気出して。悪いな、霧がいがありそうだ。一刀流、いよいシッソンソン、でっかいうつぎ。俺だって強くなったんだ。こんなやつ、これで元気になるぞ。助かった。おう、ディアブルジャンブ、フランバージュシャット。俺に勝つつもりか。飛ぶシガンヒロチ、てなこやろ。粋なことするじゃねえ。キキ九刀流、アシュラ一部銀、大したものだ。サンダーランステンポ、大したものだ。大丈夫、これでみんな直せる。助かった。俺に勝つつもりか。なめんじゃねえ。残らず地獄におこぶしがんひろし、やっべえ、情けない姿を見せちまったな。二刀流、いよい羅生門、大したものだ。行く。オチエンタフルール、クロトワマード。怖くなんてねえぞ。大丈夫、これでみんな直せる。助かった。俺に勝つつもりか。ウルジャンブ、フランバージュシャット、残らず地獄に送ってやる。こんなところでやられてちゃルフィがこむ。二刀流、いよい羅生門、大したものだ。オチエンタフルール、クロトワマード。ショック、俺だって強くなったんだ。こんなやつに負けねえぞ。お前ら無茶しすぎだぞ。助かった、チョッパー。飛ぶシガンヒロシ、背中の傷は剣士の味だ。俺に勝つつもりか。これは一筋縄ではいかなそうね。3時に料理よ。悪いね。よし、行くか。ビビってなんかいねえぞ。大丈夫、これでみんな直せる。助かった。うん、ランキャ会長、聞かねえな。またやれる。中刀流、アシュラ一部したものだ。くそ、油断しちまった。怖くなんてねえぞ。うん、飛ぶ式だな。やるな。ディアブルジャンブフランマージュシャッカー。俺に勝つつもりか。背中の傷オチエンタフルークロトワマーの。俺だって強くなったんだ。こんなやつに負けねえぞ。これ食ってくれ。助かった。きっちり型をつけるとするか。残らず地獄に送ってやる。効かねえな。六式を六王眼。やべえ。そこでその程度か。武士眼。チルフィ、みんな大丈夫か？ウソップ！大丈夫だ。もう問題ねえ。ずいぶんな威勢だな。そんななりで何ができる？お前を倒せる。なるほど。行動で仲間を鼓舞する。なかなかのボスの器だな。で帰るぞ。いや、セカンド。まただ。ワニの時と同じだ。気抜くな。来るぞ。ナミさん、ロビンちゃん、気をつけて。何かまずい状態だ。また。これは一体何なの？これがリムの言ってたことかしら。切りがいがありそうだ。一丁やるか。まずは飯だ。ありがとう、ゾロ。俺が。ゴムゴムのストーム。俺に任せろ。ディアブルジャンブフランバージュシャット。オチエンタフルールクロトワマード。飛ぶシガンヒロシテラゴネロ。いけるか。ゴムゴムのストーム。切りがいがありそうだ。まずは飯だ。ありがとうゾロ。これは気を抜けなそうな相手ね。トレインタフルールトリック。こいつ強えな。ゴムゴムのブレッド、うんうん、なめんじゃねえ。効かねえな。中東流アシュラ鉄火の銀うつぎ。行こう。悪いね。うんぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのブレッド。その程度だ。3時に料理よ。悪いね。よし行くか。残らず地獄に送ってやる。効かねえな。ディアブルジャンブフランバージュシャットでっかいうつぎ。効かねえな。六式奥義六王眼。ちょっと休憩だ。こいつ強えな。ゴムゴムのブレッド。よし行くか。刀の鍵に触れる。これは一筋縄ではいかなそうね。しょうがない、やりますか。私に任せて。はっ。俺に勝つつもりか。乱脚外長。いてえじゃねえか。次はないわよ。またやれる。これでも食ってろ。てめえの感謝だ。うん背中の傷は剣士の味だ。さあ食え。誰がいちちちちちゴムゴムのブレッド。舐めないでね。こう見えてなかなかやるわよ。サンチ君いただくわ。悪いね。うん六式奥義六王眼。背中の傷は剣士の味だ。ディアブルジャンブフランバージュシャット。飛ぶシガンキバチ。やべえ粋なことするじゃねえか。ギアセカンドゴムゴムのジェットバズーカー。なんで私なのよ。サンダーランスクーポでっかいぶつ切り残らず地獄に送ってやる。マナーがなくてねえな。外長もう少し休ませてくれてもよかったのに。腹ごしらえだ。聞かねえな。死ねね、こう見えてなかなかやるわよ。残らず地獄に送ってやる。クソ違うディアブルジャンブフランバージュシャット。その程度だ。うん俺がくらえ。こんなところで倒れてらんないのよ。うん六式奥義六王眼残らず地獄に送ってやる。ぶっ飛ばしてやる。はあ、やば意識が。レディーにはこの特別な一皿だ。六式奥義六王眼いけるか。やば意識がごめん。あとはお願い。六式奥義六王冠いいじゃねえか。まだまだギアセカンドゴムゴムのジェットバズーカー。いってえゴムゴムのジェットバズーカーさあ食え。ぐわっ、これでいいか。こんなところで悪く少し周りも私に六式奥義最大輪六王丸。なかなかの器だったぞ、麦わらのルフィ。どっかのバカとは違ってな。だが部下を間違えた。役に立たない部下はただの足かせだ。地獄で食えるがいい。部下じゃねえ、仲間だ。そして強いか弱いかは関係ねえ。あいつらがいてくれるから俺は負けねえんだ、ゴムゴムの。違う、まだろ。ジェットガトリング。まったくヒヤヒヤさせやがって。よし、ウソップたちのところに行くぞ。軍艦が集結してる。あの時と全く同じだわ。ウソップ、みんな揃ったわね。あとはここを乗り切るだけよ。ああ、それだけだ。おい、お前ら状況が分かってんのか。周りは海、後ろからは海兵が押し寄せてきてるぜ。前に進むしかねえようだな。おいおい、前って言ったってよ。大丈夫だ、とにかく走れ。聞こえた、みんな声が聞こえてきたぞ。ああ、俺もだ、チョッパー。おっ、危ねえ。おい、おめえら一体何の話を。いいから、このまま走って。そう、また来てくれ。攻撃が激しくなってきやがった。だがもうすぐだ。おいおい、強がりもその辺にしねえと、もう前が。はずいわね、あの時より状況が悪くない？海兵も前より手強くなってやがれ。みんな頑張れ、もうすぐだ。もうすぐメリーが来る。俺たちの仲間が。おい、本当か。こんなところに誰が来れるってんだ。来るんだよ、絶対にメリー号が。メリー、お前らの船か。もう海は走れねえんだ。出れるはずがねえ。どういうこと？海兵が引き上げていくわ。様子がおかしい。どういうつもりだ？やっべえ、あいつら橋ごと消すつもりだ。目標、橋の上の海賊ども、砲弾を撃ち込め。なんて人たちなの？絶望的な状況なのに誰一人欠けてない。ルフィの言葉を、仲間との絆を信じて。力の源はそこにあるのかしら。ルフィたちは救助に来たアイスバーグの協力でメリーと共にウォーターセブンに戻った。ごめんねメリー。もっとみんなを遠くまで運んであげたかった。ずっと一緒に冒険したかった。だけど僕は。分かってるメリー、お前は今でも俺たちの仲間だ。僕は本当に幸せだった。今まで大切にしてくれてどうもありがとう。ああ、見ててくれ、俺たちの冒険を。もう一度お前と旅ができてよかったよメリー。気になった？あ、俺は元気だぞ。ちゃんと寝たしな。そう。メリー号、すごい船だったわね。ああ。仲間も取り戻したようだし、今回はもうワフルドに戻る？いや、まだだ。まだ宴をやってね。そう。じゃあ宴でお腹いっぱい食べてから戻るのね。サンジの作るみずみず肉のバーベキューはすっげえうめえからな。リム、お前も食べたいだろ？え、私？そうね。気になるわ。だろ？ここはとてもいい町ね。あら、ウォーターセブン気に入った？うん、ちょっとだけね。ほんとリムって素直じゃねえよな。それどういう意味？そのまんまの意味だよ。それより行こうぜ。一番ドッグの中で宴だろ。おう。ああ、腹減った。フランキーも。まあちょっと時間をもらえるか。おめえらに見せたいものがあんだよ。こちら。気に入ってくれるといいんだけどよ。まあまずはその目で見てくれ。見て驚け。とびきりスープーなやつだぜ。やっぱりいつ見てもサニーはかっこいいな。いつ見てもだろ。なんでもないわ。それにしても立派な重版スループね。ああ、間違いなくいい船だ。甲板はゴロネに最適な予感がするな。大きな本棚もありそうね。キッチンも使いやすいだろうぜ。かまどが3つは並んでんだろう。雰囲気あるな。よし、乗り込みやがれ。おめえらいつでも出航できるぜ。よし、出航だ。さあ、あなたもよ。急いで、リム。わかったわ。分かったわ、ルフィ。あら、ルフィを名前で呼んだのは初めてじゃないかしら。なんだ、顔が赤いぞ。お前そんな顔もするんだ。戻りましょう。そうね。ということは、ちょっと待って。さらわれた仲間を取り戻すべく四方の塔に乗り込んだ麦わらの一味。激闘の末 CP9 と海軍を退け勝利を宣言する。そしてワフルドに戻った彼らが知った秘密とは。辞書氷海の遺構と水の巨像。魂のようなものさ。絶対に曲げられないことの証明ってやつだ。間違いなさそうね。キューブを返して思い出の世界に行くの、あなたにとって大きな負担なのでしょ。そうなのか。無理すんなリム。大丈夫。これは私がしたいからしていることよ。そこまでして私たちを助けてくれる理由があるの？本当にあなたの意思なのかしら。あお、元気にしてたかおめえら。ああ、フランキーじゃねえか。ルイー、サニ号は完璧に修理しておいたぜ。おう、さすがフランキーだな。見に行くか、復活したサニ号。よし、行こう。サニー！よーし、サニーが治ったんならブルックを探しに行こう。ブルックだぞ。あいつまだ見つかってねえのか。そうなんですよ。私の体はまだ海の底に沈んだままです。いるじゃねえか。いや、ちょっと違うか。またおめえ妙な姿になっちまったな。魂だけでもこうして皆さんとお話しできるのはありがたいのですが、肉体がなければ何もお手伝いすることができませんので、それが残念でなりません。皆さんの思い出の世界への冒険に私もお供したかった。思い出の世界の冒険？俺には何のことやらさっぱりだ。以上がこれまでのいきさつよ。大体の事情は理解した。ブルックのことやおめえらに何があったのかを含めてだ。しかしその思い出の世界ってのがまるで想像つかねえな。言ってみりゃわかるさ。ランキーとブルックも次は一緒に行こう。そのためにもまずはブルックの体を見つけねえとな。悪いがそれはまだできそうにねえ。船の修理は完璧だがシャークサブマージ3号を出そうにもコーラダルが空っぽだ。なんとか方法を考えてみるがもう少し時間がかかりそうだ。そうか。私も何かお手伝いしましょうかと言ってもお話しするくらいしかできませんが。ありがとうよ。幸いにも材料は揃ってるから大丈夫だ。気持ちだけ受け取っとくぜ。仕方ねえ。こっちはこっちでやることやっておくか。力を取り戻しに行くんだな。でかい像をぶっ飛ばして箱を取り返す。待って、そうしたいのは山々なんだけど、その前にちょっと行きたいところがあるの。行きたいところ？どこだ？内海よ。調べたいことがあるの。大会になんかあんのかナミ。エニエスロビーでロビンから聞いたことで思い出したことがあるの。ワフルドが空から落ちてきたっていう仮説のことかしら。ええ、そう。内海に気になるものがあるの。もしかしたらワフルドの成り立ちを証明できるかもしれないわ。そうか。じゃあ調べに行かねえとな。